ということで、明日はついにスプラトゥーン3の発売日らしいですけれども、皆さんはやる予定の人たちはたくさんいらっしゃるのかな。そう、なんかメールもねいただいていて、私スプラトゥーンをやったことがないんですよ、人生で。そう、ゲーム好きって言いつつね、スプラトゥーンをやったことがなくて、まあ結構やったことないゲームたくさんあるんですけど、なんかそのバンバンこう打つゲームをよくやってるから、スプラトゥーンとかも好きそうって言われてってイメージが多分あるんですけど、スプラトゥーンはね全くやったことがなくてですね、でもさ3が出るからやってみようかなと思ってるんですよ。だから発売されたらね土屋も買って遊んでみようかなって思ってるんだけど、ライトしか持ってないの、スイッチ。ポケモンと動物の森しかやってないから、スイッチで。基本ねパソコンで遊べるゲームをやるから、いつもスイッチで持ってるゲームが、あとカービィか、カービィとポケモンと動物の森とかしか持ってないから、一回スプラトゥーンやるなら大きいスイッチ、コントローラー、プロコンみたいなのをつなげられる大きいスイッチを買わなきゃいけないから、ちょっと出費が痛いねっていうお話なんですけれども、そうやってみたいなって思ってるからね、やったらね来週とか感想言えたらいいなって思うんだけど、ちょっとね心配なのが、私パソコンのゲームをねやった時もそうなんだけど、画面酔いにすごい弱くて、 3D 酔いにすごい弱くて、車酔いとかしないんだけど、なんか画面になると急に弱くてね、Apex もそうだし、まあ、バロラントですら私酔ってたんですよ最初。多分みんなが思ってる以上に酔いがひどくて、15分とかでもダウンしちゃうぐらい、頭痛いし、もう寝そべって起き上がれないぐらい具合悪くなっちゃうんですけど、そうそうね、慣れると何時間やってても大丈夫になるんですよ。バロラントとかエペックスの方なんですけど。なんかスプラトゥーンもね、ちょっとその、何？ジャイロとかあるから、で、あとコントローラー操作が、本当にできないんですよ、私。コントローラーのゲームをほとんどやったことがなくて、コントローラー操作がちょっと難しいから、もうこの自分の視点移動ってすごい酔っちゃいそうで、それだけ心配なんですけど、酔わないね、アドバイスがあったらぜひ教えてください。酔い止めはね、飲んで遊ぶつもりです。はい。まあ、でも、酔わずにできたら、ここでね、感想喋ると思うので、待っててください。買う予定だよって人はね、ぜひ、一緒に、はい、一緒に楽しみましょうね。はい、ということで、ここからは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。ラジオネーム、おもそばてるまさんからいただきました。ありがとうございます。シャンリョ、こんばんは。こんばんは。あさって9月10日は中旬の名月ですね。お月見シーズンになると僕は真っ先にムーンの曲を聴きたくなります。アニメの7話でリンネたちが歌っていたお月様を聴きながら丸い月を見上げていると、もうすぐ開催されるムーンリーディングライブがより一層待ち遠しくなりますね。そんなリーディングライブですが、注目してほしいポイントや事前に予習しておいた方がいいことってありますか？ムーン単独のリーディングライブに参加するのは今回が初めてなので、どんなイベントになるのか今からドキドキしています、ということでありがとうございます。もうあっという間だよね、1ヶ月ないもんな。10月2日なのでムーンのリーディングライブをみんな来てくれるのかな、待ってますねそうだな、注目してほしいポイント、事前に予習しておいた方がいいこと、もう今ね着々と準備は進めていっていて、まあ、みんなで今頑張ってる段階なんですけれども、なんだろうな、注目してほしいポイント、あんまりネタバレになってしまうか言えないんだけど、まあ、でもリーディングライブっていうぐらいだから、まあ、朗読がねムーン単独のって言ってるから、別のユニットの別のチームのリーディングとかは参加したことがあるのかな。そう、なんか朗読があるので、まあ、その普段、まあ、なんだろうな、アニメとかでも、みんなの掛け合いは見れていたと思うんですけれども、生でね、生ならではの、やっぱ空気感があるので、楽しいと思います、お芝居。見ていただけて楽しんでもらえるかなと思っているので、そこは楽しみにしていてほしいな。なんか、やっぱり、なんだろうな、掛け合いで一緒にやってさ、アニメとかだとこう、尺が決まっているところでやるんですけど、朗読とかだとね、自分たちの間で、会話ができるので、そういうところもね、まあ、毎回違う風になると思いますし、本番またね、本番ならではな感じになると思いますので、楽しみにしていてほしいなっていうのと、予習しておいてほしいことは、まあでも曲は聴いといた方が楽しめるんじゃないかな、ムーンの曲。でもたくさん聴いてくれてるもんね、おむそばてるまさん。
真っ先にムーンの曲を聴きたくなりますって言ってくださってるから、ぜひね、ムーンのリーディングライブ来てくれるよっていう方がいらっしゃったら、サブスクでね、Q の曲は聴けますし、ユニット曲、チーム曲だけだったらそんなにたくさん曲数もないので、ぜひね、たくさん聴いて、曲を、こう、覚えていてくれると、ライブとか楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい。まあ、何の曲をやるかはね、まだ言えないので、それは1ヶ月後お楽しみにという感じでございますね。はい。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム、ルリーロピースさんからいただきました。ありがとうございます。チャンリオこんばんは。こんばんは。バロラントの大会を実況していたチャンリオ、リプランもバロラント勢のコメントで盛り上がっていましたね。僕も好きなゲームの大会とか見たりしますが、自分では到底できないようなプレイや熱い展開は楽しいですよね。チャンリオもよく大会は見たりするんですか？ということでありがとうございます。スチアンはゲームの大会見るの好きですね。でも基本私も自分のやってるゲームとかしか見ないですけど、なんだろう、会場で観戦できる機会があって、まあ、予定とかあってね、行けたら、会場の空気感も好きだから、会場で見たいタイプの観戦勢ですね。ですね。あと一回だけ昔、あれはでも、大会なんかカジュアルな大会だったのかな、わかんないんだけど、なんかちょこっとだけ格ゲーのね、大会をチラッと見たことがあったんですけど、やっぱねかっこよかった、楽しそうで、そう、そのがっつりは見てないんだけど、やっぱりこう展開が早いからさ、格ゲーとかって一戦一戦が早くて展開が早いからさ、会場の盛り上がり方もなんかこうわーって感じで、めちゃめちゃ激アツで楽しそうだったから、格ゲーもちょっと見たいなって思いつついますね。はい。ちょっとね、土屋もやってたんですよ、格ゲーを。あんま上手じゃないからね。あんま上手じゃないから言わないんですけど、実はね、格ゲーちょっと好きだったりするのでね、格ゲーの大会は見たいなって思うんですけど、はい。なんかおすすめあったらぜひ教えてください。ありがとうございます。続きまして、ペンネーム、キトキトさんからいただきました。ありがとうございます。リオさん、こんばんは。こんばんは。来週の水曜 Q&A では、二足早いクリスマスパーティーを開催するそうですね。去年は10月に行い、今年はとうとう9月、宮原さんのぶっ飛び具合に気持ち良さすら感じます。リオさんは二足先にやりたいことなどはありますか？ということでありがとうございます。二足先にやりたいこと？でもさ、なんだろうな、私ね、年末から年明けにかけて、12月、1月、2月っていうね、あ、3月もそうだけど、なんだろう、ご飯が美味しいじゃないですか。クリスマスにチキン食べて、ケーキ食べて、で、年越しそば食べて、おせち食べて、なんかこう、七草がゆがあって、鏡開きがあって、どんど焼きがあって、みたいな。そう、冬のね、なんていうの？食べ物メドレーじゃないですけど、毎月こう、美味しいものがたくさん待ってるね。12月から2月、3月にかけてのね、なんだろう、時期、季節がすごい好きなんですよ、私は。だから二足早くやりたいっちゃやりたいんですけど、それを楽しみになんかこう、お仕事頑張ろうとか生きていこうって思ってるから、二足先にやっちゃうのもちょっと違うから、私は二足先にやりたいっていうよりは、そこで待っててすぐ行くからっていうタイプですね。はい。ありがとうございます。早すぎるよな、クリスマス来週って。はい。ということで、番組では引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先は qm@joqr.net、 qm の綴りは cuem です。この後は月曜から木曜まで共通のコーナーをお送りします。